った上がった。最南端の屋久島を出発して、はい、指宿に向かいます。はいはい、昨日ね、屋久島登山して全身筋肉痛とかもう下半身やばいんで、もう指宿に行ってね、癒されたいね。確かに、もう砂風呂が待ってると思うんで。あ、いや風はいい感じで、来る時やばかったけど、あまり足に負担をかけずに走れそうな風ではあるんで、またアビームやね、シャーっていけそうやね。ね、ほんといい角度でササーっと。このブローの雰囲気やと15、6キロは出そうな感じやね。じゃあまあ6時間ぐらいかで、今10時ぐらいなんで16時。あ、結構かかるな。日没ぐらいに指宿に行って、今ブロー満喫したいと思います。ですな。来るとき見えなかったね、種ヶ島がね。 あ、そうそう、あっち側に平べったいね。平べったいね。初めて見た。行ってみたかったけどね。ね、風の都合上微妙そうだね。というわけで、今次、向かいますか。はい。早速風呂入って25キロぐらい。今20キロぐらいか。あ、今20ぐらい。あー、コードゼロすっ飛ばしは気持ちいいね。さあ、屋久島いい感じで行けて、いい感じで帰れそう。追い風でバーッと来て、追い風で帰れる。最高や、最高や。この季節で南風って多分あんまないもんね。ね、狙いすましたかのように。でも、狙っとったっちゃ狙っとったけど。確かにね、タイミング合わせたってのあるけど、ちょうどいい感じで、バッチリやったわ。今日だけやもんね、南でいい感じ。明日もっと強いみたいもんね。おー、気持ちいい。10分15分やけど、遠くに行っちゃった。いやー、楽しかったな、屋久島。はいはい、おまで1時間ぐらい、いい波に。おい、小さかったね。いや、いい波乗りしてます。最高なことに波進む方向真正面が指宿っていう。来た、いい波乗ってます。いい波乗ってます。いい感じでね。これって音じゃあんま体験できんのはもったいない。確かにね、やっぱこういう大海原出てね、いい波乗って、これが一番楽しい。波しっかり乗って、もうテール合わせてまっすぐ波に合わせて走って、波来たら風切って、あとは乗せるだけ。そうっ
来るかなと思って。ああ風が。ああ。残念、乗れず。もう一丁。26キロ、いい感じで滑走中ですね。すげえ。おお、30キロ、ついに。いやー楽しいね。こんな感じで搬送中です。楽しい。はい、ガンガン乗ってる。31キロ。あれやな、津軽海峡渡った時みたい。もうすごかった今の。終わってしまった。なんかたまに来るね、そのうねりのでかいやつが。金のエンジェル。金来たらいい。金来い。ほら。残念。まあ今回は外れちゃったけどね。なんだかんだもう3つ集まっとるやっけ。もう3つぐらい5分の3集まっとるけど。今すぐ出るもんなんかな。ねえ。でもこの旅中に終わりそうやけどね。まあただ1個どっか行ってしまったけど。確かに探さないと。いやじゃあ次回行きたいやで、ね。残念。え、クジラおったね。え、やっぱそうだ、ね、クジラ、クジラ、あの尻尾が、尻尾、クジラ、クジラ。え、どこやろ、ちょっと出てこんかな、また進行方向に向かって進みよったね。どっちか左行きようかね。こう、こうね、こっちに。え、もう戻った。シャーンってしかた。ずっとつけたけど、多分2頭もおるよ。マジで。2カ所からシャーン。ず
ずっとつけときゃよかった。うわ、痛恨のミス。クジラやったね、あれは。尻尾見えたね。取っときゃよかった、ずっと。映像に残したい。ちょっと悩んだよね、つけるか。え、あ、そうか。あ、おろ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 、すごい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 。クジラを今1メートルぐらいに凍ったよね。もうおらんよね、多分。なかなか指宿見えませんけど、指宿の方に向かってます。いや、途中風なくなったけどね、またいい感じに風が吹いてきて、岬でやっぱ凝縮された風が吹いてきた、入ってきたっぽいね。また岬の中入り込んだら風がなくなりそうですけど、あ、もうちょっとしたら降りてきそうな雰囲気は。あ、三滝、あ、指宿も見えそうね、 目では。あ、軽いの、もう一発。おお、来た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 、おお、来た来た来た、いい感じで入ってきました。いやー、シャー、波がないね。波が消えたね。うん、これ金庫はの中に入ってきてね、波がなくなってすごい、波乗りが楽しかった。確かにすごい波来よったもんね。けど本当波なくなってスーって海面を滑るかのように走る。これで早いけど楽しいな。いやー、めちゃくちゃいい感じ、引き続き。あー、降ってきたね、確かに。見えんかったな、雨やったんやね。完全に雨ゾーンに入ってきて、おお、いい風吹いてて、おお、おお、いい風吹いてる。おお、25、6キロで取るのか。早い。早い早い。おお、ちょっと収まった？めっちゃ楽しい。おお、めっちゃ楽しいね。ちょっと風収まっちゃった。いや、波なくて滑るね、ほんと。おー、来た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 。おー、はいはいはい。いやー、楽しい。
ハエが動くっていうのはすごいよね。そうね、こんな早く動くなんて。ああ、力が入ってる。すごい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。無事イブスキ港に到着です。福島イブスキ港なんだかんだ6時間半意外とかかったね。おー、結構遠かった。途中いい風吹いたりね、すごい楽しかったけど、分かったね。でもやっと指宿また本土に戻ってきた。うん、寒いね。寒いあ、そう、あの屋久島19度あるみたいなよ。ここ今13度ぐらいしかない。マジで、うん、屋久島の最低気温だ。そうそう、6度ぐらい一気に下がった。やっぱ海の途中マジ寒くなったもん、うん、気温。この屋久島はちょうど温帯と熱帯のやっぱ間なんやね。あ、熱帯やったっけ、なんか忘れたけど。暑かった、かったわ。この指宿港、漁港なのにまさかのビジターバースがあるっていうのはちょっと意外やった。ここね、なんかクルージングの船優先だから水揚げに使うなよって書かれてて、そういう漁港もあるんやね。え、初めてよね。なんかいつもね、こう俺らが邪魔ならんようにって走ってたけど、そう逆に近くの船がさ、ね、これ邪魔じゃないかみたいなね、気使ってもらえて、ね、これはいい情報が得られた。あとクジラすごかったね。すごかった。いや、あれ ねぶつかるかと思って、ね、ちょっと焦ったけど、まさかあんな間近でクジラ見れる、もう多分二度と見れんやろね。あれ操作ミスっとったらセンターぶつかって壊れとったよね。結構スピードも出とったしな。いや、よかった。でもいいもん見れた。SNS の方も説明欄の方にと噛んだので、ね、噛んだので引っ張りました。チャンネル登録お願いします。お願いします。